はい、グッド、そしてモーニング、中川優です。それでは2024年劇場版名探偵コナンの、まあ、主題歌はどのアーティストになるのかちょっと予想してみたいなと思っております。まず今流行りのアーティストを起用するなら、まあ y o さんとか、まあトウィンプスさんとか、 かなって思うんですけどビングさんとちょっと関係がある名探偵コナンっていうのがわりかしこう流行りの曲にあんまり乗らないイメージが強いのかなとでなおかつその有名アーティストさんを起用するっていう傾向があるかなと思っているんでやっぱりワンズさんとかビーズさんとかあとはそうやっぱミスターチルドレンさんとか g、まあ、グレイさんとか。 にななるるのかなと思ってるんですけどやっぱり劇場版の今の主題歌の傾向を見るとやっぱりバンプ・オブ・チキンさんだったりやっぱりスピッツさんもし来るならやっぱりその30代とか40代とかの世代なんかアーティストさんを結構起用するんじゃないかなと僕は思っているんですけどそう来るとやっぱりミスターチルドレンさんとかまあグレイさんになるっていう感じなんですけどミスターチルドレンさんだったらなんか道しるべとか,なんかそういうつながり今回の キャラクターたちの関係性とかをうまく歌詞に練り込んで曲作ってくれるんじゃないかなっていう期待もあります。で、僕が一番濃厚なのが、やっぱグレイさんかなと思っておりまして、まあなぜグレイさんかというと、まあほぼもう北海道の函館が舞台なので、でグレイさんって北海道、まあ箱出身じゃないですか。なので、このあたりでグレイさんすごい起用してくる可能性がすごい高いんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、皆さんどう思いますか